さあ続いてまいりましょう。石川直宏選手、そして小野大輔選手、これも楽しみな顔合わせです。この2人は仲良しですからね。ね、大会前も随分とね、いろいろと情報交換やり取りもされていましたけれども、さあどんな対決楽しむことができるでしょうか。石川選手の先行でスタートすることになりそうです。それでは参りましょう。第6試合スタート。さあ石川直宏、股を狙いました。ここも股を狙う、浮かせてシャペンを狙いましたが、ここは体を入れて小野大輔。今度は小野が懐を生かしてコントロール、確実に狙いました。今度は小野が懐を生かしてコントロール、確実に狙いました。みんなインサイドキックが大事だってことですよ。ね、そうですね、蹴ると見せかけて止めるのもエフリーが得意ですからね、あれね。さあ抜いた抜いた、石川いった、あっと、さあ抜いた抜いた、石川いった、あっと、倒すと有利に働く真ん中のカラム狙いましたが、これはわずかに外れました。わっといった、ダブルタッチを繰り返しながら小野大輔、股抜きショットを狙いましたが、さあもう一度、ここも股を抜いての真ん中のカラム狙いましたが、今度は右の股を抜いての真ん中のカラム狙いましたが、今度は右の右のカラム確実に距離が空きましたからね、はい、小野選手が詰めようとした時にはもう打ってしまったっていうことですね。さあ開始1分、1対1のタイスコアです。やっぱりそうですよ、これインサイドの正確なキックは相当大事ですね。40歳の小野選手、そして39歳の、石川選手の対戦です。ほぼ同年代、さあどうだ、ほぼ同年代、さあどうだ、年代、さあどうだ、今のうまい、すごいですね。いや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 、お見事、3対1小野選手の勝利。いや最後のショットは藤間さんどう打ったかちょっと分かりませんでしたね。背中ゴールより背を向けてましたから見えていなかったんじゃないですかね。で、アウトでちょっと浮かして石川選手の足が届かないところにふわっとですからね。そうですね、最初のゲームはドロースタートだった小野選手ですが、今大会小野選手は初白星となりました。